な明日ね、私あの TIFF の8のライブに出る前にキャンキャンさんのショールームのやつあるじゃないですか、キャンキャンルーム、あれに出させてもらうんですけど、めっちゃ朝早いの、もうめっちゃ朝早くて、もうめっちゃ朝早いの明日、すんごい朝早くない行けなくて、マジで眠いかも明日。どうする、ゆりなちゃん、ライブの時目開いてないかも、こんなんかもしれませんけど、キャンキャントークの時も目こんなんかもしれない、眠すぎて。めっちゃ明日早い、朝早起き頑張るわ。もう今日早く寝んとマジで明日絶対起きれん。しかもね、明日朝めっちゃ早いのにね、メイクある程度メイクして集合ならしいの、もう無理、私明日何時に起きたらいいんやろ悲しい、無理や、早起きにちょ苦手やのに、なのにメイクして集合やで。みんなか姉ちゃんの顔がもしかしたら、え、多分ねマジで顔むくむくパンパンでいくから、ちょっとキャンキャンさんの時顔めっちゃむくんでたら申し訳ねえ、だがよろしく。多分それこそライブ終わったらめっちゃすっきりしてるかも。その12時55分からライブやねんけど、ライブ終わったら絶対外やん、暑いやん、そしたらめっちゃむくみ取れて、ライブ終わった頃にもうなんだろう、ビジュアル完成してるかも。ライブ終わって暑ーってなって、こうやって汗拭いて楽屋に戻って、じゃあ出ますってなって、で帰り道ぐらいにめっちゃビジュアルが完成されてるかもしれん。うん、そう絶対そう、マジで本当にもうそうなるなって自分でも思ってる。え、ちょっと待って、今のうちに目覚ましかけとくわ。私あのさ、私さメイクしなくていい体でさ目覚ましかけちゃったからさ、メイクするってなったらもっと早く起きないといけないから、ちょっと待ってね、もう忘れないうちに目覚ましはかけておかないとさ、ほら危ないじゃない、忘れちゃったら、もしもの時があったらもう怖いからさ、ちょっと待ってくれたまえ。え、でもどうしよう、そんなさ早朝からメイクするやん。あ、まあでもどうせいっか、だってTIFFのライブ絶対暑いから絶対汗かくもんね。ちょっとねそっとよれとってもわからんか、汗でどうせメイク落ちねんもんな。そうや確かに、だってさそんな早朝からメイクしてよ、もうライブの時までにすごい時間経ってるから、もうあんでも汗かくから、明日晴れやんな、ちょっと晴れかどうかだけ調べるわ。ちょっとメイク言われててもわからんよね、明日雨やん。え、微妙、べっとりしてるかも明日。あ、でも全然暑いわ、31度とかやわ、全然、なんだ全然暑いですよ皆さん。ちなみにショールームはいつやるかって言ったら、ゲリラでやるわ、どっかで。まあでもライブ終わってから投資リハまで時間が空くんですよ、だからその間でやるか、まあ、ちょっとどの間でやるか分かんないですけど、どっかの間でやります。まあ、やるとしたら多分その間ですね、ライブ終わって投資リハまでの空いた時間めっちゃ空くんですよ間。そう、夏の野外は大変やって、もう夏の野外なんて何年ぶりだろうって感じ。昔はよくやってたんですけど、もう最近は野外はやってない気がする、ずっと室内やな、室内でも大量に汗かかない、もうやばいじゃない、野外とやばいが混ざっちゃった、野外になったら大変なことになりそう。
次の日も早いもんね。だってあ次の日も早いね。次の日も朝からレッスンやわ。そういえば最近なんかレッスンしかしてないね私たちね。あレッスンじゃないわ、エイトの日や次の日やあかんもう疲れてるわ私、ダメだこりゃ。明日エイトの日でしたね。エイトの日やめっちゃ朝早いよ明日も明日ちゃうわ明後日や。いや明日も早いねんけど、明後日もエイトの日か。あ明後日もめっちゃ朝早い、やばめっちゃ早起きじゃん。なんならその次の日もちょっと若干朝早いかも。もうやだ早起きだって。みんなみんなが代わりに早起きしてくれ、ゆりの代わりにみんなゆりの代わりに早起きして。得意早起き、得意な人おったやろ確か、この間の配信得意ですって言っとったでさ。うちの代わりに早起きしてくれみんな。もう早起きほんま嫌いやねん、この世で一番嫌いなことは早起き。もうマジで無理本当に、うん、早起きすると何が起こるかって。私マジで顔疲れた顔してしまうからさ、本当にねすいませんって感じ。ちょっとコンディション決まらないのよ。じゃあ代わりにエイトの日出るわ、出るねだって。あよろしくよろしくよろしく、コンサート分じゃあ代わりに出て。うん6時に何6時には起きてますけど、だってまあ明日私もそれぐらいです起きるの。7時には起きてる、もう7時だったら遅刻ですねママは誰を見に行くんだ、だって確かにねうんキティちゃんキティちゃんでいいと思います。あーキティちゃん写真撮りたい、うーん写真撮りたいけど撮れる気がしないけど撮りたいですね。キティさんもお忙しいからさ。ちなみに私今ね見えてないです全く画面、メガネコンタクト撮ってるから、なのね、あのね画面ね画面全く見えてないんですよ。だから私今これ携帯、なんで携帯ずっと見てんねんやろと思ったやろ、携帯でコメント見てるんですよ、すいませんね。ちょっとねあの名簿できちゃって、でまだ名簿の出来かけなんですよ。でこれからさほら明日ティフエイトの日ってあってメイクするじゃないですか、したら余計にね目にバイキンが入るからね名簿が明かしてしまう可能性が大いにありますんで、今日早めにねコンタクトを取りました。なんで今全く見えないんです、私がどんな顔をして配信しているのかもわからない。なんでコメント、こっちの携帯のコメントでコメントを読んでるんですよね。そうだからちょっとね本当にね、あ AKB のグラビア見たよ、だってありがとう、可愛かった可愛かったやろ、ありがとう。まだ可愛かったっていう返信来てないけど可愛かったってみんなが言ってくれる体でもう今言うた。そうそう、浴衣のサンプル可愛かった、だって。ありがとう嬉しい。あれか生写真か、生写真ぜひゲットしてね、やっぱ夏と言ったら生写真の浴衣師匠ってことでぜひゲットしてくれたまえ、みんなの衆。あれもギンガムチェックの衣装もねよろしく、あとエイトの日のグッズもねみんなうちはあるから、うちはうちは明日みんなティフ来るの、結局どれぐらい来てくれんねんやろ明日、しかも昼やしな、明日平日やっけ、ちゃ日曜日、明日あ日曜日やみんな、明日ティフ来てね。
行くよ、だって。おー嬉しい、ありがとう。まず最初は11時からやから、みんな11時、12時、12時55分ですから、みんなよろしくね。本当に私は明日はバタバタだぜ。髪の毛てか髪の毛とかさ、どんな感じになるのかわからんし、衣装も何なんか知らんからさ。あ、そのキャンキャンさんの方ね。ねえ、ちょっとドキドキするんだけどね。それでまた私は衣装に変えないといけないの。衣装チェンジ。ほんで猛ダッシュでおメイクを直して、絶対暑いやん、だから崩れるから、おメイクを直して何やっけ、衣装着替えて髪型も直して、それを30分弱でやらないといけない。もうできるかな、できる気しないんだけどもうでもどうせ汗かくからね、もうどうせ汗かくしダンス踊れるから、ちょっと髪の毛ぐちゃってても許してくれしゃい、許してくれしゃい。だってもう時間ないからマジで時間なくてバッタバタなの、だから本当に許して、もう私がステージに立ったるっていうことで許してください。もう朝早くからメイクしてから、ちょっと若干メイクが崩れてたとしても、もうどうせ汗かくから許してくださいキャンキャンは私服とかではない、え、私服でしょ、キャンキャンは多分。でも知らないんですよ、だからその、いや、まあ私服だと思いますよ。衣装ってそういう衣装じゃないんですよ、わかりますかね。この衣装って私たちが普段ステージで着てる衣装ではなくて、私服の衣装っていうことですね。お借りするものは衣装というふうにお呼びするので、衣装ってことです。まあでも多分どんな衣装かは当日しかわからないんで、わからないです他のグループの子は会ったことある？うん、みんな初めまして、みんな初めましてです。お会いしたことはないです。うん。てかグループ、違う、AKB グループで集まるのって昔はよくさ、大きいコンサートとかをやってたじゃないですか。だから、まあ、まあ絡みはなかったとしても、こう出てる同じ空間には一応いますよみたいな感じがあったんですけど、まあ、総選挙とかね。でも今もう最近でもここ何年もそういうグループでっていうことってないから、とてもあれですね、お久しぶりかもしれないですよね。人見知り大いに発揮しそう。グループの集まりは今ないから、うん、そうですね、そうだと思います。てか目だよね、外すと眩しすぎて全然見えないんだけど全然見えないんだけど、やばい。総選挙の推し席とか懐かしい、だって あったね、あったあった、ありました。セリカとミサがテレビ出てる。うわー、ごめん、今出てる？全然ごめん、もうそもそも私メガネかけてないから全く見えない、この距離ですらタブレットで全く見えない。ああ、え、セリカのやつはもう終わった、ワンピースは今から、あ、麦わらの準備からの挑戦状やって、おおお、始まったんじゃね、ラフィーは音声ありで聞きたいんだけど、え、ちょっと見たい。15分経ったかな、でも今日どっちにしても15分配信にしようと思ってたんですよね。全然見えないわ、音聞こえんし。てか今日さ、私さ、あのさ、帰り道電車でね帰ってて、そしたらエアポッドつけようと思ったらエアポッドを盛大にねぶちまけました、駅のね階段で。
エアポッツがポーンポーンって跳ねてパカッて入れて中の耳のやつがペペって飛んでって、なんかお着物を着たおばさまたちに大丈夫って言われて、あ大丈夫ですって言って、本体まず見つけるんで1個のエアポッツをすぐ見つけた。でももう1個のエアポッツがどこにあるか分からなくて、どっか行ったって言ったん、意味だ口出して口出して言った。そしたらさ、こう階段のこういう段差があるじゃないですか、こういう段差、ここのところになんか藻みたいなのがついとったん、ここに。その藻みたいなところにこうやってぶら下がってたん、エアポッツが。わかる？こうエアポッツなんか藻みたいなのがここにあったら、こうやってくっついとったん、藻に。こうやってこう藻にこうくっついとったん、すごくない？これ階段な、浮いとったんやって、エアポッツが。私キノコかと思った最初、白いキノコかと思って。しかもさ、エアポッツをなくした最悪やと思って、もううわーって思っとったら見つけた、よかった誰にも取られんでと思って。今日は本当にだからエアポッツめっちゃ傷がついちゃったの、もうショックやん。てかケース買わないかん、ケース買わないかんって思うやん。でもさ、意外にさ、エアポッツプロのケースはめっちゃあんの。でもエアポッツのケースってさ、やっぱさ、ちょっとさ、もう遅いからさ、時代があんま売ってないよね。マジで悲しいんやけど。そうやろ、見つかってよかったね。だってえ、やばいでしょ、エアポッツプロってないよね。ほんとわかる、マジでつらすぎ。私だって今裸やもん、エアポッツプロ見て、ほらすっぽんぽん。お洋服着せてあげたいわ、悲しいぐらい。これをね、今日喋ろうと思ってた、みんなにキノコみたいにエアポッツプロ、エアポッツのが耳から生えてたよっていう話。面白かった？やばくない？マジで。でもほんと焦ったよ、私なくしたと思って、もうなくしたらもう終わりやわと思ってうん、今日はこの辺で終了するね。私も名簿でね、全然見えてないんですよ、あのコメント本当に目めっちゃ細いんやけどちょっと見えてないからね、今日はこの辺で終了する。明日早起き頑張る、みんな成功するように祈っといてくれたまえ。私の早起き、そしてペッてメイクが早起き頑張るよみんなでもこうやって早起きしないとって思った日ほど寝れないんです、私いつも。そう、なんか朝から、今日も一日レッスンして疲れてるから絶対眠いはずないけど、明日早起きや、頑張って、寝なあかんって思うやん。寝なあかんって思えば思うほど夜更かしなんよ。寝れんの、緊張して、なんか遅刻したらいかんっていう思いが強すぎてなかなか寝れないんですよ。で、大体いつも2時間とか3時間しか寝れなくて、寝不足でいつも行くの、イベントとか。本当にこの性格やめてほしいよね、心配性すぎるんですよ私、めちゃくちゃ。そう、もう本当にやめたいなって思います。よし、ワクワクじゃないの、心配なの。私の場合遠足はワクワクして寝れないでしょ。私の場合は早起きができるか、遅刻したらどうしよう、仕事やのにって不安で寝れないの。ちょっと違う、楽しみ、イベントが楽しみなのは楽しみなんだけど、遅刻したら仕事がやばい、どうしよう、迷惑かかる、やばい、絶対起きないか、この不安で寝られないんです。ちょっとね、遠足ほど責任感がないものではないので、仕事やからね。よし、じゃあランキング読みます。ちょっとマジで私見えないんですよね。13位しんどさん、12位ヤングさん、11位アメさん、10位ナッティさん、9位岡山さん、8位ジェリーさん、7位マックスエイトさん、6位ヒカリ 400X さん、早起きファイトだってありがとう、5位アキコさん、4位トキタピさん、3位ハル太郎さん、2位ワイマツさん、明日かわいいユリナちゃんが楽しみだって、うん、顔がむくんでるか、おわ早起きに疲れてるか、どっちかかもしれない。あ、ショールームしてる私はね、多分そうかもしれない。ごめんよ。先に謝っとくわ。そして今日の第1位は、近石さんです。
イエーイ。というわけでちょっと今日はね、私メイボーがねちょっと出来かけておりまして、あのコンタクト外してるんで全然コメント見えなくて、携帯でコメント読ませていただいてました、すいません。なんでちょっとね配信時間短いんですけども、この辺で終了させていただきたいなというふうに思います。なんで皆さんね、あ、 AKB 新聞さんの方ぜひチェックよろしくお願いしますね。私はもう見ました。ぜひ、なんかなんだろう、普段は結構シンプルめなお水着が多いんですけども、今回は割とガラッって感じで、あの可愛らしい、なんか普段のなんだろうなグラビアって結構スンスンスンって感じが多いんですけど、今回は割とこうパーパーパーみたいな感じが多いなっていう風に個人的に思いますんで、よかったらよかったらっていうかぜひっていうかもう絶対チェックしてくださいね。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のイベントか、うーん、ショールームでお会いしましょう。バイビー。